はい、あゆみさんこんにちは。こんにちは。今日はインタビューありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしたらまずあゆみさんのことを知らない方ももしかしたらいるかもしれないので自己紹介からお願いします。はい、藤沢あゆみと申します。2003年から、今日2024年5月ですねまでに29冊の本を出しております。はい、作家さんでいらっしゃいます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、あゆみさん今回、リブランディングの方のアカデミー の1期生の他のメンバーと一緒に、ね、ちょっとオブザーバー的な立場もありつつご自身のもね、はい、一緒についでにリブランディングしちゃいましょうということでね、はい、ご参加いただいて、はい、はい、その時ご自身が抱えてる悩みとかそういうものは何かありましたか？もうがっちり自分のための講座っていうふうに思いました。やっぱりリブランディングなので、自分なりにいろいろやってきた人が、じゃあこれからどうするのかっていう人にすごくいいアカデミーだなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございます。実際に受講していて感じたこととか受講生さんと一緒に交わりながら、はい、見てらっしゃったと思うんですけど、それを見てどういう感じを受けましたか？で、リブランディングだから自分にぴったりってさっき言ったんですけど、これからビジネススタートアップの人っていうのも、やっぱりなんだろう、人生というものを考えたら全員大人ですから、そういう意味ではリブランディングなんで、あらゆる段階の人にがビジネスを学ぶ場としてすごくいいなって思いました。ありがとうございます。特にどのあたりがそういう学び直しとか学ぶ人にはこの講座って良さそうな感じに思いましたか？なんでしょう、やっぱり、いい意味で簡単にリリースしない、しっかりお客様のことを考えてブランディングっていうのをしっかりやって、お客様がしっかり見えてから発信などもするっていうところなんで、失敗がないというか、変なブランディングをしないって言ってもいいと思います。はい、ありがとうございます。こちらの講座ってどういうタイプの人に、さっき全方面をおすすめって言ってましたけど、特にこういう人ならいいんじゃないかってあゆみさんからの目線で思う方いらっしゃったら。そうですね、一番はやっぱりリブランディングなので、特に私は2003年から活動してきていますので、自分なりに10年以上ビジネスを作ってきたけど、このままでは頭打ちだぞっていうことをプロに学びたい人っていうのが一つ、そしてやっぱりこれからビジネスを作っていきたい人っていうのは、中途半端にいろいろかじって失敗しちゃうよりは最初からしっかりビジネスを作っていく、なのでものすごいスタートアップの人、そして10年ぐらい自己流でやった人、この2つの人におすすめかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、であゆみさん自身は今後3年とか5年とかいろんな夢とかあると思うんですけど、はい、何かそういう目標とか夢とかあったら語っていただけると。そうですね、間もなく今日が5月16日ですね、はい、でリブランディングアカデミーで本当に私にぴったりなターゲットの方っていうのが見つかって、間もなくリリースをされるわけですけれども、やっぱり私はコンサルティングなどご相談などもしておりますけど、やっぱりどうしてそういう相談をいただくかというと、本を出し続けていて発信し続けているからだと思いますので、自分というものの人生とか文章とか相談とか人に向き合うとか、そういう全てのことを一番いい形でみんなのメリットになるようにやっていって、そして一人でも多く、私自身も100冊本出せたらいいなと思ってますし、私のアドバイスとか伴走することによってそれぞれの人がたくさんの本を出される、そういう人生になればいいなと思ってます。はい、ありがとうございますね。はい、絶対これからもたくさん本出すんでしょうし、はい、いろんな人を、女性をね、特に救っていかれるんじゃないかなと思っているので、はい、応援してます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。